はい、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 やばい。はい、5人とも今日も練習ありがとうございました。今ね、5人で、掃除してもらいました。ありがとうございました。ね、みんな掃除一生懸命やってくれましたね。はい、ひろつぐさん、はい、なんか得意な技ってありますか、柔術で。自分はラペラ使った技が得意です。あ、ラペラ使った技得意。はい。あ、なるほどね。まっちゃんはなんか得意な技は。木村ロックが得意です。木村ロックが得意。お、ラペラと木村ロック。二人にね、ぴったりな技をちょっと紹介してもいいですかね。ダメ。いいですか、いいですか。ひろつもいいですかね。はい。じゃあ、あつやさんちょっと寝てもらっていいですかね。キングあつやさんちょっと寝てもらっていいですかね。はい、そこにじゃあ寝てください。こうなってますね。サイドポジション取りました。はい、サイドポジション取って、僕、こっちの手で枕しましたね。よくあるパターンですよね。ベーシックですよね。この時、ね、大体相手は僕を押してきます。うわ、押してくるね。そしたら、ね、今ちょっと取れてるけど、取れて埋まってるけど、このラペラをめくります。ね、まあ、基本帯の中入ってると思うけど、まあ、こう隠しながら、こう、ね、ブラボーチョークとかやるときみたいにビロンビロンでめくってきます。そしたら、この前腕、ね、アツヤさんの前腕に、キングアツヤさんの前腕にこう、つけます。そして右手に渡します。ね、左手でこう持ってきて、沿わせて、こっちに渡します。そして、ここちょっとわざとね、ぴったりじゃなくて、タイトルじゃなくて、ちょっとうっすら緩くしとくんですね。あんまりビロンビロンだとダメですけど、ちょっと、アツヤくんがこう、引っ張ると抜けるぐらいにわざとしてきます。そうすると、アツヤくんの方は、なんだこれやべえなと思って抜きたくなる。そしたら、この左手を、この自分じゃないの、これアツヤくんのラペラ。ね、このラペラの穴に入れて、喉に持ってきて、そして、バーンってきます。ね、こういう感じできます。決まるよね。もう一回やりますね。はい、サイド取りました。大体押してきます。うわっと、ね、もうサイドポジション嫌なんで押して、まあ、エビして、ガード戻したりするつもりで押してくるんですね。そしたら、このラペラね、まあラペラ、一生懸命めくって、前腕に沿わせます。あんまりタイトだと、ね、抜けにくいし、ね、わざとちょっと逃げ道を作る感じで、ちょっとうっすら緩くします。そうすると下の人はこれ抜きたくなります。そう。やべえぜと。こいつなんか企んでるぜと。そしたらこれここに入れて、あとは絞れば、決まります。決まります。はい。これちなみにチキンウィングエゼキエルって言います。まあ、これじゃなくて、ひろつぐさんラーペラ。まっちゃんは、木村ロック。ということで二人のね、必殺技を合わせて、木村ペラっていうのをやりますね。はい。またこれ一緒です。はい。今度この状態、またね、サイド取りました。はい。そして、まずは、ラペラをめくります。はい。そして、こう持ってきます。一回右手、この手に渡します。はい。そして、この左手、グリップしてたんですけど、見えるかな？ここ取って、下から持って、こうやって、なんか自分の左手に巻きつけるような感じがします。もう一回ね。めくってきました。はい、右手に渡します。そして左手、こうやって持ちます。はい。そしたらこの右手、この僕の右手ね、枕してるのを取って、ここ先っぽ持ちます。そしたらこの左手、はい、自分の手首を持ちます。これ、まっちゃん何のグリップかわかるかな？これ得意の、まっちゃん得意の木村ロックのグリップしてるんだね。木村ロックグリップでこの、あつやくんのラペラを持ってる。もう何のためこれ意味ないだろうと、ひろつさん思ったでしょ、はい、その顔思ってるね。なんだけど意味があります。これすると、自分の手2本持ってるんで、パワーが、ね、パワーがみなぎるわけです。例えば、ワンハンドでこう押すよりも、ここ持ってガッと押した方が強い。なんでここにあつやくんのこう喉に圧迫かけます。そうすると、あつやくんが俺の方に向き、そう、起き上がってきます。そしたら罠です。それここ通して、これもこういう感じになります。そうすると木村ペラチョークが決まります。じゃあ、わかったかな？ね。もう一回やりますね。はい。サイド取りました。はい。ラペラめくりました。この右手の近くに持ってきます。はい。右手で先っぽ持ちました。そしたら左手内側に入れて、
を掴みますね。なんかこういう、こうね、ムチみたいな持ち方します。ね、広瀬さんの好きなムチにしますね。そしてこっち、今度こっちじゃなくて、こっちっていうのはね、こっちからじゃなくて、あつやくんの首の上から持ってきます。はい。そしてこっちの手で、自分の手首を持てば、ラペロに木村ロックをかけてる状態になりますね。はい。これやる意味は、二つのね、手、合体させた方が、圧迫が強いからです。片手でやるより圧迫が強いからです。グラッと。あちゃんが俺の方を押しながら向き直ってくる。そしたら、ここ罠です。ここ入れて、ね、決めます。これ決まんなかったら、ニーベリーして、決めれば、すげえ圧迫します。あちゃんいけそうかな。いけるかはわかんないですね。マジで。ひろちゃんいけますか？いけるかも。ああ、そうっすか。はい。じゃあ5人ともね、今日も練習後、一生懸命掃除してくれて本当にありがとうございました。5人とも掃除マスターですね。広津くんさん掃除好きですよね。あ、大好きです。好きですよね。はい。ゆうきさんも掃除好きですか？掃除好きです。あっちゃくんは掃除？大好きです。あ、大好きだね。俊平さんは掃除？大好きです。大好きですよね。まっちゃん嫌いですか？超好きです。あ、超好きですか？わかりました。はい。5人ともありがとうございました。YouTube、TikTok、Twitter、Facebook、Instagram、コメント欄で格闘技に関するご質問お待ちしております。キックボクシング楽しい！格闘技楽しい！格闘技やると俺みたいに持てるよ。